どうも、ゴルフプロの三田です。いつもありがとうございます。今回はドライバーショットで遠くへ飛ばすための方法、それは早く振ることというテーマでお届けしていこうと思います。スイングは速ければ速いほど遠くへ飛ぶものではないということなんですが、今回はですね、あえてそれをちょっと覆していくような考え方、これをお届けしていこうと思います。早く振ろうとすると全然うまくいかないと思っている方、早くしようとしているそのポイントがちょっとずれているということなんですね。そこではないということなんですね。それを今回は解説していこうと思います。遠くへ飛ばしたいという思いはどんな方もあると思います。このドライバーをですね、力んでしまってダメだね、こういう経験のある方はぜひこの動画を最後まで見ていただいて、正しい考え方、遠くへ飛ばしたいという気持ちを抑えるのではなくてうまく使う、これがちゃんと方法がありますので、それを頑張って覚えましょう。では早速いきたいと思いますが、ドライバーを打つ上での基本、これはボールは真ん中よりも左側、そしてスタンスは少し広くなります。そこで長いこのね、シャフトのドライバーを打つわけですが、その際にちゃんと体の動きを使いましょう。肩を回して振っていきましょう。これで十分ボールは遠くへ飛ぶんですが、今回はですね、さらに、ボールを遠くへ飛ばしていると気持ちをですね、もうどこに持っていけばいいのかわからない、そういう方はですね、これをやりましょう。それは何かというと、早く振ろうとする人は全部早くしようとするんですね。ですからこういう感じになってしまうわけですね。まあ、ちょっと極端にやってますけど、で、さらに言うと向こうに打ってきますので、振り抜く方をこっちを速くしようとして、スイングのこのアークですね、クラブヘッドが描いていくこの軌跡、これが、小さくなってしまってます。小さくなるとヘッドスピードは落ちます。ですから、速く振るっていうこれ、それをですね、打っていく方に向けてしまうと円が小さくなってしまってボールは飛ばないんですね。なので、その速く振る、まあ、要するに遠くへ飛ばしたいという気持ちをですね、ダウンスイングのここに持ってきてください。で、これは、振り下ろしてくるこの部分、これは右の肘が折りたたまれてヒンジ、そして左の腕とクラブシャフトは角度がついているこのコッキング、この形を保って下ろしてくるとクラブヘッドは近いんですね。唯一この大きく振っていくクラブヘッドの、部分で、体に近くていい場所、近い方がいい場所、それはこのダウンスイングの部分しかないんですね。ですから、しっかりと早くヒュッと振り下ろすような思い、要するに遠くへ飛ばそうという思い、それはこのダウンスイングのところにぶつけてください。ですから、早くフロー全部じゃなくてフォロースルーじゃなくてこのダウンスイングのところを早く、ですから振り下ろすところをここをギュッと振り下ろすようなイメージで振っていくとヘッドスピードは出ます。というよりここが体の近くということは今言った形が取れているということになりますので、自然に早く振り下ろされることになると思います。これが少し伸びてしまう、要するにここのスピードが遅くなる場合というのは肘が伸ばされたり、ここでポッキングがほどけたりした状態がいわゆる遅い、正しくない形、さらにはクラブヘッドが体から離れているようなそういうイメージのスイングになってますので、飛ばしたいこの気持ちを、このダウンスイングの下ろしてくるところにぶつけて打っていただくと、自然にヘッドスピードが上がります。もちろんここがぐっと体の近くになればフォロースルー振り抜いていく方は自然に腕が伸ばされて大きくなってヘッドスピードが出て理想的なアークになっていくということになりますので、それで、理想的なスイングの出来上がり、ね、ボールを遠くへ飛ばすスイングの出来上がりということになります。ですから、考え方、どう考えてそれを、どこに向けていけばよいのか、なんとなく漠然と持っててそれを漠然とですねやるということではなくて、理想的なスイングは、どういう形なのか、それをその気持ちをどこにぶつければよいかというのを考えてダウンスイングでスッと下ろしてくるようなそういうイメージで打っていただくと必ずボールは飛ぶようになりますので、ぜひこれを試してやってみてください。
そんなにですね、力んだりしなくても、十分できると思いますので、皆さんの普段の練習がですね、こういうところに生かされて、ラウンドで生かされると思いますので、頑張ってやってみてください。皆さんの応援がですね、私のパワーになってきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。さようなら。